感とミラクルの魅力的な物語、笑顔の魔法をお届けします。ある日、ヨンコさんはちょっと悩んでいました。最近、歯が痛くなってきているのです。そんな中、ミラクルが元気に現れました。ヨンコさん、何か悩み事があるのかな？ええ、歯が痛いんだよ。いつもの笑顔が作れなくてさ。ミラクルはちょっと考え込んだ後、優しく言いました。それなら、笑顔の魔法を使ってみましょう。ミラクルが手を振ると、不思議な音楽が流れました。すると、ヨンコさんの周りにはキラキラとした光が舞い上がってきました。ほら、ヨンコさん。笑顔の魔法がかかったよ。驚いたヨンコさんが鏡を見ると、なんと歯がきれいに白く輝いているのです。ミラクル、ありがとう。笑顔が取り戻せたよ。ミラクルはにっこり笑って言いました。笑顔の魔法はみんなの心の中にあるんだよ。歯が痛い時でも笑顔を忘れないでね。それから、ヨンコさんは笑顔を大切にすることを覚えました。ミラクルとの出会いが、ヨンコさんの笑顔を取り戻すきっかけとなったのです。笑顔の魔法に感動したヨンコさんは、ミラクルにお礼を言いました。ミラクル、本当にありがとう。あなたのおかげで笑顔が戻ったよ。ミラクルは嬉しそうにうなずきました。ヨンコさん、いつでも笑顔でいてね。僕もいつでもそばにいるよ。そうしてヨンコさんとミラクルは笑顔で過ごすことができました。笑顔の魔法はいつまでも心に残る素敵な思い出となったのでした。物語も終わり。おしまい。どう？なかなか面白かったでしょ？はい、笑顔は大事だね。ありがとう。はーい。どういたしまして。